皆さんこんにちは。華やかで夢を与えてくれる芸能界、裏では個性が強い芸能人たちが衝突や思いのかけ違いなどトラブルが起きています。今回はテレビ局や取材先など出禁になってしまった芸能人たちを19人ご紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。土屋アンナさんの生年月日は1984年3月11日、出身地は東京都渋谷区です。所属事務所はモデリングオフィス ANA。 土屋アンナさんは NHK 番組でのロケ中にディレクターの指示が気に入らないと口論になり、ついには土屋アンナさんのパンチがディレクターの顔面に入ってしまったのだとか。その際当たりどころが悪く目に怪我を負ってしまったそうです。このトラブルを機に土屋アンナさんは NHK を出禁になってしまいました。山田孝之さんの生年月日は1983年10月30日、出身地は鹿児島県、事務所はスターダストプロモーションです。山田孝之さんは NHK の大人気ドラマ「チュラさん」に主人公の弟役小羽倉啓達として出演していました。そして続編「チュラさん4」が企画され、山田孝之さんもオファーが来ていましたが、それを拒否。 NHK 側は何度もオファーを頼みましたが受け入れてもらえず、確執が残っていました。 DJ オズマさんの生年月日は1976年4月26日、所属事務所はソニーミュージックアーティストです。 NHK の紅白歌合戦に出場した DJ オズマさん、当初の打ち合わせではバックダンサーは水着と聞かされていたのですが、出てきたのはなんと全裸のバックダンサーたちでした。実は全裸と見せかけたボディースーツだったのですが、会場お茶の間は唖然、度肝を抜かれましたね。もちろんこの事件で紅白歌合戦出場禁止が下されてしまいました。笠井智美、元 AKB メンバータレントの笠井智美さんの生年月日は1991年11月16日、出身地は東京都、所属事務所はホリプロです。笠井智美さんはテレビ朝日の「いきなり黄金伝説」の人気企画芸能人節約バトル1ヶ月1万円生活に参加しました。しかし5日目で自宅に荷物を取りに帰ると告げたまま戻ってくることはありませんでした。番組史上初の事件勃発となり、それ以降笠井智美さんがテレビ朝日に呼ばれることはなくなってしまったそうです。吉川浩司、ロックミュージシャンは吉川浩司さんは生年月日は1965年8月18日、所属事務所は渡辺プロダクション、セブンスエンタープライズ、アクセルミュージックエンターテイメントです。 NHK の紅白歌合戦に出場した吉川浩司さん、白組なのにもかかわらず真っ赤なスーツで出場。 NHK 側からお願いされていた人数や出演時間をオーバーした挙句、最後はギターを燃やし破壊し、度が過ぎる演出に NHK は出禁になってしまったそうです。松本明子、お笑いタレントの松本明子さんは生年月日は1966年4月8日、出身地は香川県高松市、所属事務所は渡辺エンターテイメントです。松本明子さん、実はもともとアイドルとして活躍されていたようです。フジテレビのある番組に出演した際、放送禁止用語を大声で叫んでしまい、フジテレビを出演禁止となってしまいました。加藤浩次と山本圭一、極楽とんぼのお二人の所属事務所は吉本興業です。極楽とんぼのお二人は NHK 紅白歌合戦に初出場をした際、パンツ一丁で受信料を払おうというペインティングをしたとして話題を呼び、歌手別視聴者率2位を記録したため出演 NG が出てしまいました。笑福亭鶴瓶、生年月日は1951年12月23日、出身地は大阪府大阪市平野区、所属事務所はデンナーシステムズ、松竹芸能です。笑福亭鶴瓶さんはテレビ東京の池に飛び込み、社長が大事にしていた恋を殺してしまい、完全にテレビ東京を出禁になってしまったそうですが、その前にも独占男の時間に出演していた際、股間を露出するなどの暴走を繰り返していたそうです。しかし2012年にキラキラアフロ TM が番組制作され、35年ぶりに笑福亭鶴瓶さんがテレビ東京で出演することにやっと許してもらえたようで、笑福亭鶴瓶さんはこのことに、人間ってやっぱり恨みは水に流してくれるわけですよ、こっちもものすごく反省していますと恐縮していました。松本人志、
生年月日は1963年9月8日。出身地は兵庫県尼崎市。所属事務所は吉本興業です。過去にテレビ朝日と吉本興業が言い争いになったことがあったそうで、その際テレビ朝日にダウンタウンは出さないと単価を切ってしまったと松本人志さんが番組内で告白されました。ダウンタウンのお二人が知らないところで出演できなくなるのは少し惜しい気持ちですね。明石家さんまさんといえば名司会者、大御所として知らない人がいないほどの存在ですね。そんな明石家さんまさんが NHK を出禁になっており、きっかけは1983年に NHK で放送されたクイズ面白ゼミナールに出演していた時のこと。明石家さんまさんが本番中にもかかわらずあくびをしてしまい、苦情が新聞社や NHK に殺到したそうです。その後 NHK から久々にオファーだった NHK 連続テレビ小説身を尽くしに出演した際も現場スタッフさんとトラブルを起こしてしまったそうです。最終的には NHK を出禁となりました。しかし NHK 日テレ60番勝負ではスペシャルゲストとして28年ぶりに明石家さんまさんが NHK 出演となっています。ですが明石家さんまさんはテレビ朝日、テレビ東京とも疎遠になっているようです。テレビ朝日に出演した際、とある番組でゲストの野村幸代さんが収録中勝手に明石家さんまさんの楽屋に入り激怒、テレビ朝日の番組に出演しなくなってしまったようです。またテレビ東京では自身が司会を務める番組が打ち切りになってしまい、スタッフや出演者が面白い番組にしようと努力をしていたのにと非常にショックを受けていたのだそうです。それ以来テレビ東京での出演も疎遠となってしまいました。内村光良、生年月日は1964年7月22日。出身地は熊本県人吉市。所属事務所は魔石芸能社です。内村光良さんはテレビ朝日内村プロデュースという番組の司会をされていました。しかし同番組出演のアナウンサー徳永由美さんと結婚、番組も同時期に終了してしまいました。当時徳永由美さんは既婚者で略奪婚だと言われていたそうです。その後内村光良さんはテレビ朝日の番組に出演されなくなってしまいました。美空ひばり、生年月日は1937年5月29日。没年1989年6月24日。出身地は神奈川県横浜市磯子区滝頭。事務所はひばりプロダクションです。実弟の加藤哲也さんと暴力団との関係が取り立たされ、弟さんをかばっていた美空ひばりさんは NHK の紅白歌合戦に出場できなくなってしまいました。後々出場禁止は解かれましたが、それでも美空ひばりさんは NHK 紅白歌合戦には出場しなかったようです。長渕剛、生年月日は1956年9月7日。出身地は鹿児島県鹿児島市。所属事務所はオフィス連。こちらも NHK を出禁になってしまった歌手です。事件は NHK 紅白歌合戦。長渕剛さんはドイツ・ベルリンから中継で3曲歌っており、その際 NHK 番組スタッフ批判していたため放送時間が押し、最後に出番を待っていた大物歌手が時間内に出場できなくなってしまいます。これを機に NHK を出禁になってしまったようです。サザンオールスターズ、所属事務所はアミューズです。サザンのボーカル桑田佳祐さんですが、実は以前 NHK 紅白歌合戦に出場した際出場禁止となってしまったことがありました。それは南春夫さんのモノマネで登場し、曲を披露中も受信料は払いましょう、裏番組はビデオで見ましょうなどと茶目っ気たっぷりの発言を連発。今では寛容になり許されそうですが、当時の紅白歌合戦では NG だったようです。そんなサザンオールスターズですが、2010年に NHK 紅白歌合戦で復活されていました。2018年平成最後の紅白歌合戦ではトリを務め、ライブさながら大盛り上がりとなりました。石橋貴明、生年月日は1961年10月22日。出身地は東京都板橋区なります。所属事務所はアライバルです。石橋貴明さんは1996年に放送された新春隠し芸大会に出演していた際、ミッキーと出演が実現。しかしその際ミッキーに対して、どうせおっさんが入っているんだろうと共演していたミッキーの頭を取ろうとする暴挙に、これを見たオリエンタルランド経営軍は憤慨し、
それ以来、石橋貴明さんはミッキーとの共演 NG どころかディズニーランドも出禁になってしまったそうです。出川哲朗、生年月日は1964年2月13日、出身地は神奈川県横浜市神奈川区、所属事務所は魔石芸能社です。出川哲朗さんはスペースマウンテン近くで立ちションをしており出禁になっているようです。畑陽区、生年月日は1975年6月5日、出身地は山口県、所属事務所は渡辺エンターテイメント九州事業本部です。畑陽区さんはディズニーランドを出禁になっています。原因は自身の持ちネタのギターサムライネタで、可愛い赤の服着ていますけどノーパンですから残念と、人気キャラクターの熊野プーさんを侮辱したことだと言われています。その結果、畑陽区さんはディズニー関係者から説教され、ディズニーランドを出禁になってしまったようです。マツコデラックス、マツコデラックスさんの生年月日は1972年10月26日、出身地は千葉県千葉市稲毛区です。マツコデラックスさん、ミッツマングローブさんはディズニーに関係ない仮装のため出禁になっているようです。キャストより目立ってしまう恐れがあるからでしょうか。この話を番組内でマツコデラックスさんとミッツマングローブさんが話されたことで発覚しました。本当に出禁かどうかは分かりませんね。いかがでしたか。今回はテレビ局や取材先など出禁になってしまった芸能人たちを19人ご紹介していきました。現在では出禁が解かれてテレビ局やテーマパークのロケなど出演している方もいらっしゃるようです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。